なんだこりゃ。これは。雨が止んだ。見て。綺麗。本当。全部消えてく。異世界だけじゃない。全てが認知の産物なんだ。自由に作り直せるんだよ。君たちだって誰だって。お前モナちゃん、嘘でしょ。世界は生まれ変わるんだ。もう誰かのための牢獄じゃない。希望さえ抱ければ世界は光り輝く。待って、あなたはどうなるの。本当の世界なんてどこにもないんだ。一人一人が見て感じた世界、それが世界のすべて。だからこそ世界は無限なんだ。目の前が閉ざされたって感じても、誰かと手をつなげば、絆でつながれば、世界に終わりなんてない。世界は君たちの中にあるんだ。モルガナ…モナ…ないのね、異世界ナビ。メメントスも消えちゃったのね。モナにはもう会えないんだな。大丈夫、もう分かってる。何暗くなってんだよ。モナに笑われるっての。そういえば大衆は、改心はできたのか。デート遅れちゃう。クリスマス一人か。よくわからないね。このままだと総理不在で年明けだろう。この国大丈夫か。でも指導はないですよ。黒い噂、いろいろありますし。どうなるのかな。うまくいくといいけど。信じましょう。お姉ちゃん約束してくれたんだし。こっから先はケンジさんらの仕事か。異世界に入れないのなら怪盗団もお役御免だな。寂しいね。雪だ。寒いわけだ。ひょっとしてホワイトクリスマス。まだイブよ。クリスマス、すっかり忘れてた。ともかく今は様子見ね。今日はこのぐらいで解散しましょう。明日ルブラに集まって報告を兼ねた最後の会議ってことで。そうするか。ねえ、じゃあクリスマスだし最後の打ち上げしない？
いいなそれ。予定のあるやつまさかいねえよな。じゃ決定。店を貸し切りにできるようマスターを説得しておいてくれ。頼んだぞ。ではまた明日だな。私総次郎心配だから先帰るぞ。私たちも帰ろうか。世界を救った英雄がイブに一人なんてね。ちょっといい？まずはありがとう。頼みを聞き入れてくれて。これで世論が変わってくれればいいけど。変わるのよね。私もそう信じているわ。シドウは様々な罪を告白した。逮捕まではそれでいける。問題はその先。廃人化事件は異世界との関連が証明できないと有罪は困難。実行犯の明智は行方不明。証言できるのはあなたたちだけなの。率直に言うわ、警察に出頭してほしい。指導を有罪にするにはあなたの証言が絶対に必要。でもそれはあなたを表舞台に立たせることになる。あなたは一躍この国を救ったヒーロー扱い。そんなこと警察や検察が許すはずがないわ。あなたたち怪盗団にメンツを潰されることになるからね。そうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない。適当に罪をでっち上げて強引に逮捕に動く可能性だって残ってる。出頭すればあなたは確実に逮捕される。そしてあなたには前歴がある。警察や検察はそこをついてくるでしょう。逮捕された事実を著しい非行としてあなたの保護観察を取り消し、少年院に送致する可能性が極めて高い。あなたを隔離するために。連中は怪盗団が英雄視されることなく必要な証言が取れれば満足なの。代わりに仲間の安全は保証されるはず。いえ、必ず私が保証してみせるわ。指導周辺の事件を解明するため私は動く。全て明るみに出すつもりよ。二度と世間が歪まないようにね。それをあなたも望んでいるでしょう。これは私とあなたの最後の取引みたいなもの。もう一度お願いするわ。あなたの意思で警察に出頭してほしい。ありがとう。きっとそういう気がしてた。あとは私たちに任せて。じゃあ行きましょう。
どこ行ってもカップルだらけ。てかしくじった。予約しないとご飯も食べられないなんてさ。せっかく二人で過ごすイブなのに。てかさ、イブってどこまですれば成立なわけ？一緒にお出かけしてご飯食べて、大人ならお酒とか飲んで、ぶっちゃけわかんないんだよね。そうこなかった。予想してなかったでしょ。大事にしてよね。あのさ、急になんだけど、シドの事件のこと毎日ニュースになってるじゃない。私なんか心配で、警察がいろいろ調べていって、もし怪盗団のことが知れちゃったら、私ね、見つかるのが怖いんじゃないの。離れ離れになるかもって考えたら、最近うまく寝れなくて。そうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない。適当に罪をでっち上げて強引に逮捕に動く可能性だって残ってる。ごめん、なんか暗くなっちゃって。帰るね。ううん、大丈夫。私に何か隠してるよね。話してほしかったな。おやすみ。これまで沈黙を守っていた検察にいよいよ動きです。検察は指導議員が告白した複数の罪に対し立件する方針を固めました。また指導議員に議員辞職を求める声が相次いでいます。選挙の無効とやり直しを求める全国一斉デモがインターネット上で計画され、一晩でここまで変わるか、すげえもんだな。でも、あいつ…メリークリスマス！あ？元気ねえな。双葉、何泣いてんだよ。喧嘩でもしたのか？ねえ、リュウジ。んだよ、この空気。あいつは？まこちゃん、どうしたの？うん、いいよ、俺から説明する。どういうことだよ。国を救った英雄が少年院で獄中生活、理解不能だ。制度上仕方ねえんだ。気に病むことはない。
精一杯掛け合ってはみたんですが、私が何か言ったくらいじゃ。くっそ、ありえねえだろ。こんなの納得できる？私はできない。当たり前だ。異論の挟みようもないな。取り調べは仕方ないとして、問題はその後の措置よ。前歴とか保護観察とかざけんなよ。もともとやってねえんだよ。指導が真実を語っても全部なしにならないの？それだけじゃ無理。お姉ちゃん前言ってたでしょ、一旦確定した判決を覆すには無罪となるべき明らかな証拠が必要って。証拠ってなもんどうすりゃ。警察もグルだったって話だし、隠滅されてんじゃねえか。双葉、パソコンで探せないのか。過信するな。万能の危機じゃない。やれる限りのことはするけど、異世界ももうないし。マスター、何かいい手はありませんか？こんな時モナちゃんだったらなんて言うかな。お前ら大したことねえなと笑うだろう。偉そうにね。あいつうざかったけど、いなくなるとあれだな。なんだかんだで結構頼ってたし。人間の希望なんとかしてやりたいが。ねえ、こんなんじゃモルガナに合わせる顔がないよ。正直何すればいいか全然わかんない。でも諦めたら絶対助かんないじゃん。みんな彼に助けられたでしょ。今動かないでどうすんの。なんとかしなきゃダメだよ。下向いてる場合じゃねえ。異世界を使わずとも俺らにできること。探せば何かあるかな。落ち着いてじっくり考えてみましょう。死の窮地だって脱してきたんだから、私たちなら絶対何とかできる。そうだ、やるぞ。俺らのリーダー絶対救うぞ。飛ぶね。よし、知らねえでいい気なもんだぜ。救ってやったのに。いいけどよ。あいつ今頃どうしてんのかな。しかしわざわざ集まる必要があったか。進捗の確認なら携帯でも。みんなで気合い入れるためだ。こっからが大事だしよ。それにたまには顔を合わせて話さないとね。年越しって前はこんな騒ぎじゃなかったわよね。こっちは気引き締めないと。私はお父様の人脈も当たるつもり。すげえ頼れそうだ。
これが最後。絶対成功させるわよ。足りめえだぜ。皆さん、
素晴らしい。でも心の牢獄を脱したというのに、今度は現実で収監されることに。自分の利益よりも他者の幸福を願ったがゆえの皮肉な顛末。けれどそれでいいのです。あなたは自分の意思で正しい道を選んだ。ついに最後の最後まで自分の利のために道理を曲げることはしなかった。あなたが手にした最後のアルカナは世界。誰に流されることもなく、自分の足でこの世界に立つ意志の力です。それは同じ志を持つ仲間たちと共に未来へ向かうための希望のもとになるでしょう。その力を得たあなたはもう居場所なく一人でさまよう存在ではありません。私の役目もこれまで。あなたは最高の客人だった。久しぶり。今日は嬉しいニュースを2つ持ってきたの。指導正義、ついに起訴にこぎつけたわ。おそらく有罪になるでしょう。捜査へのご協力感謝するわ。君の証言とっても役に立った。正直一時は絶望的だった。でも市民運動でメディアが動いて、及び腰だった検察内でも協力者が現れて、公判開始までしばらくかかるでしょうけど、世の中が変わる第一歩よ。ただ罪状は今のところ公選法違反、政治資金規正法違反、それに収賄。十分大騒ぎだけど、正直まだまだ不満。異世界の立証が難しいから仕方ないけど、とはいえ指導は立証前の罪も全て認めてるわ。2ヶ月もかかったけどね。もう一つのニュース、君は今日で釈放になる。そうよ、指導の証言で君の例の事件のことが分かってね。故郷で君が逮捕された傷害事件、無実が証明できそうなの。処分の取り消しは決定的。一足先に自由の身を。あの子たち相当頑張ってくれたわ。被害を受けた女性が見つかって証人として迎えられたのが決め手になった。それだけじゃない、いろんなところから信じられないほどの後押しがあったわ。1年以上も前の当事者を本当に見つけてくるなんてね。正義の怪盗団はいなくなった。あとは私たち大人が社会を正しい方向に持っていく。なんて大人の言い分、信用してもらえるかしら。
でも裁判で君を救えて本当によかった。あんなに嬉しかったの初めて。自分の出世なんかよりも君の未来を守れた充実感っていうのかな、君に生き方まで教えられた気がする。そんなことないわ。そういえば一つ気になってたことがあるの。私の世界にあったお宝って結局何だったの？別にいいけど、取り調べじゃないから。まあ今となってはどうでもいいわ。これまだ誠にも言ってないんだけど、君たちと出会って気づいたの。私の中の一番の宝物は大切な人を守るための正義なんだって。誠からもそれを教えられたのね。きっと指導の件が片付いたら検事は辞めて弁護士になろうと思うの。弱肉強食の組織を変えてやりたいけど、それは別の人に任せるわ。これからは自分より誰かのために正義を貫きたいから。じゃあ私手続きしてくる。あ、そうだ、最後にもう一つだけいい？君の証言では鴨志田の件の後怪盗団を辞めることだってできたはずよね。どうして怪盗団を続けたの？私の考えすぎかもしれないけど、正義のために他人の心を盗んだ怪盗団と自分のために他人の心を操ろうとした大悪と、君と指導の因縁はずっと前から始まっていて、それが今こうやって決着することになった。ちょっとできすぎじゃない？まるで初めから誰かが描いていたみたい。もしかして君、最初からこうなることが狙いだったとか。偶然か。まるで神様が君に味方したみたい。本当にいればだけど。私この仕事を通して嫌というほど悪党や罪人を見てきた。でも君みたいな若者がいるなら世の中まだまだ捨てたものじゃないわ。ごめんなさい、長々と。あの人をあんまり待たせるのも良くないから。本当にありがとう。じゃあね。よう、待ったぜ。たく、迎えてからでもねえんだけど、双葉が行けってうるさくてな。まあせっかく無罪になったんだ。また何かしでかされたんじゃこっちの立場もねえからさ。家に帰るぞ。寒いからさっさと乗れ。ねえ、全然すまねえ。今朝起きた人身事故の影響で各線とも現在も大幅にダイヤが乱れており。また事故か。4月の時思い出すな。学校に挨拶に行ったろ、日曜だってのに。あれから時期1年か。今思えば俺もひでえな。あんな物置部屋に一人で放り込んで。まあでも、お前はもう、お前、いい仲間持ったな。戻ったらちゃんと礼言っとけよ。
おかえり。やったな。久しいな。さすが平気そうじゃん。よかった、元気そうで。とにかく座って。つまる話もあるだろう。俺ちょっと買い出し行ってくるから。つうかうまくいったよな。あの時諦めないで本当によかった。頑張った甲斐があったな。リーダーがいなくなってしばらくはどうしようもなくってさ。でも気づいたの。特別な力とか異世界がなくても現実は変えられるはずって。年明けから1ヶ月ちょっと俺たちいろいろ駆け回ったんだぜ。私たちだけじゃない。あなたを信じてくれた人みんなだね。おかげでリーダー奪還作戦成功だ。何言ってんだ。お前が一番体張ってくれたんじゃねえか。ひどい目とか合わなかった？なんかちょっと痩せた？向こうの飯は臭いらしいからな。無理もない。で、何を食った？納豆？草や？それともドリアン？そういう問題じゃないでしょ。うまい飯なら今から食えるぜ。マスターがパーティーの買い出し行ってくれてるし、パーッと行こうぜ。ようやくみんな集まったんだしよ。みんな一人足りない。そっか、モルガナ。今回の作戦、一番の功労者かもしれないよね。一度は諦めかけた時も、もしモルガナがいたらって思ったの。あいつ、諦め悪いからよ。絶対、なんか行動するじゃん。いつも私たちを引っ張ってくれた。怪盗団のエンジン部分だったな。なんせ車だもんね。モナ、また会いたいな。お、マスター早えな。呼んだか？モナ！なんでいるの？だって消えたよね。消えたのは異世界の方の我が輩だけだったみたい。はあ？じゃあ何？猫として現実に残ったってこと？目が覚めたらこの姿で渋谷に放り出されてたんだ。全然わかんねえ。つか生きてんならすぐ戻ってこいよ。だってあんなお別れめいたこと言った後だし、なんか戻ってきづらくてよ。気遣いを覚えたようだな。成長してる。お前らが証人見つけたのも知ってたから首相を待ってたんだ。よく頑張ったなお前ら。我が輩がいなくてもやれたじゃないか。早速上から目線？みんな心配かけてごめんな。あ、抱きつかれる前にシャワー借りていい？野良猫長かったし匂いそうでさ。おい猫、シャワーじゃねえだろ。涙を返しなさい。許しがたい。
どうだ。いやいや、やめれ。ねえ、とんだ歓迎だぜ。やっぱこうでなくちゃね。ようやくいつも通りだ。だな。やっぱ俺が入らないとな。戻ってきたはいいけどさ、これからどうすんの？あ、まあ考えてるよ。何を？人間になる方法に決まってんだろ。そうなの？人間じゃないと分かったが、人間になれないと決まったわけじゃない。それにこうやって生き残ったのには意味があると思うんだ。ともかく無事で何よりだ。これは想像だがな、世界の歪みが消えた結果、お前らの認識してた事実だけが残ったんだろう。我が輩には現実に居場所があると思ってくれてたということだ。当たり前じゃん。モナの居場所はここ。そうだね。あ、そうだ、悪い流れぶった切りだけど、マスターから聞いたんだけどさ、来月地元帰るんだって。こっちに残れないわけ？無罪になったっつってもあっちじゃレッテル貼られたままだろ。帰ったって居心地悪いだけじゃね？どうしたの？さっきまであんなに盛り上がってたのに。じゃあこうしない？リーダーが帰るってことは、怪盗団も本当の意味で解散だよね。今日は出所祝いと解散記念日。それ記念日？真面目に言ったんだけど。でも悪くないよね。そういうことなら。そうだよな、今日はダブルで盛り上がればいいし。突然ではあるが、我が輩こいつについていくことにした。何かと持ってるやつだしな。ついてけば人間になる方法もわかるかもだし、それにまたグレるかもしれないだろう。任せとけ。ということで、さっきのに我が輩の送別会もつけてくれ。それ別にどっちでもよくね。帰るの来月なんだよね。送別会には早すぎる。趣旨が分かりにくい会になっちゃう。じゃあ我が輩の復活祭だ。なら文句ねえだろ。寿司頼め、寿司。騒がしいな、外まで聞こえてるぞ。猫の声がすると思ったら戻ってきてんじゃねえか。ご主人、こいつらひでえんだ。相変わらずうるせえ猫だな。こら、我が輩はただの猫じゃないぞ。俺には何言ってかわかんねえって。ほらよ。あ、こんなのじゃなくて寿司よ。いや、これうまいな。ったく、自己主張の強い猫だよな。一体誰に似たんだか。モルガナが人間になったらこいつそっくりかもな。なるほど、あるかも。我が輩がこいつ？まあ悪くはねえな。リュウジだけはお断りだが。だと？そういうとこすぐ切れたり下品なんだよ。てめえ、もう一回消えろ。うっさい、出所祝いに喧嘩すんな。
また始まった。世界は変わってもお前らは変わんねえな。まったくだ。お稲荷は変態だしな。誰が変態だ。ともかくようやく勢ぞろいしたんだ。今度こそバーッと行こうぜ。仕方ない。